川堤駅の、まあ、少し下ったところですかね。前回もここ来ましたけれども、時間が昼の11時頃となりますね。小さい、川があるんですね。まあ、なってますけど、ちょっと私気になる下に、ね、サッカーボールが落ちているということで、まあ、ちょっとこれね、後で拾おうと思います。まだね、三脚は立ててないんですけども、望遠レンズで、その、人が撤去から出てくるのをね、まあ、撮ろうとするには、こっから、まあ、ズームしていくといいと思うんですよ。あれ、どこかな、こんな感じか。それで、問題なのは、この、草むらがですね、いわゆる私ら地元では、ひっつき虫と呼んでるこの、なんていうんですか、この草ですか。これ服にいっぱいついちゃうんですね。そういう意味でちょっとこれは厳しい。これをもっとアップにしたいんですけど、今手持ちなんですね。しかもひっつき虫がいっぱいついているっていうことですね。この三脚が立てれないんでね、手持ちなんですけど、鉄橋に入ってきますよね。いいポイントだと思います。ただ、服にいっぱいひっつき虫がつきますんで、ちょっと厳しいですね。ですから、このポイントは、三脚をきちっと立てて、この柵いっぱいによると、服にひっつき虫がつきますんで、事前にね、まあ、ハサミなどでこのひっつき虫の草を刈ることが大事ですね。そして三脚を立てて望遠で、まあ、今これ望遠最大じゃないです。なぜかというと手持ちですのでね、というポイントと考えれば結構いい場所じゃないかと僕は思うんですけど、これ今のは普通列車ですね。木曽川堤駅に止まったものとさっき来たものがまあ交換したということですね。で、笠松鉄橋ですね、見えますね。ということで、すいません、今日はちょっとね、もう一回ひっつき虫対策をしていきますということで出直していきます。失礼いたします。ちょっとね、名鉄がうまく取れなかったんで、まあ、これ帰り道なんですけどね、家でね、長森駅来てますんですけど、先日すすきとですね、電車ということでやってみたんですけど、まあ、すすきがね、どのくらい開いたかなっていう、まあ、そういうことなんですけどね。一応時間は11時半くらいですかね。列車普通列車です。これがね、一番ホームですね。ホームの内側ぐらいまでススキが入ってきてますね。で、先日はその先端のススキですね、それと列車ということでやっていました。ここがホームの先端、まだススキが開いていない状態で、ここが逆光にしてどうかという場所でしたね。まあどうですかね、まあ五分咲きっていうところですか。そしてまあホーム全体となりますね。前方より、列車接近ですね。多分飛騨号だと思います。